結構だってこのロンティーニハーフパンツって実はすごいバランスよくてあマジっすか本当っすかプラスポイントプラスポイントなんか A I Y ラインっていうそのかっこよく見えるスリーシルエットっていうのがあって A があの例えば上がはいってことで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは ラップスターで準優勝したイースターの相方でサマースノーマンのメンバーである神楽君です。よろしくお願いします。お願いします。聞こえてますかお願いします。おということで今回はありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。大阪で急急遽。呼んでいただいて。めっちゃギリギリだったですよね。いや、まぁそうですね。逆にこのタイミングで言ってもらえてちょっと嬉しかったですああ、よかったですよかったです。いや、ちょっとあの大阪ベース出身が大阪で大阪の平野っていうところなんですけど。 大阪でまああの活動自体もしてるんで,そうですね大阪です、えー、大阪でえちなみにその,あのイースタ君とこのサマースノーメンのユニット組んだのがいつぐらいでしたっけえっとね2019ぐらいですかね、はい、ユニット組んだのはそのぐらいですねそうなんだえそっからはどういうこのあれで一緒にやろうってなったんですか、はい、えっともともとか結構あのイベントではイースタ君と一緒になってて、はい ってていいいうのがまあ 2, 3年ぐらい続いてたんですけど,なるほどその時になんか「イースタ君の方からも曲やろうよ」みたいなの言ってくれてて<ー>で、あのー、たまたまなんかのタイミングで僕が曲作っててであ「ちょっとこれバース蹴ってくれる人一人入れたいなラップ上手い人あそういえばイースタ君言ってくれてたな」っていうのでたまたまその時に電話して<ー>でこういうのやろうと思ってるんですけどどうですかっていうので声かけてで1曲作ってみたら。 それがが思っっったたよりやっぱいいいのててきてみたいな感じですね、えー、そこからどんどんあのもっとやりましょうもっとやりましょうってなってはい、はい、で気づいたアルバムになってたぐらいの感じです、ね。そういうことか。そうですそうです、えー。じゃあユニットやろうっていう感じよりかは1曲作ってやべえみたいな、はい、どん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 やってったらユニットになってたみたいなそうですね。もうその1曲作った日に多分3曲ぐらいできたんですよ。その電話でのやり取りで1曲作ってこういうのもやりたいです。じゃあ、はいサ作の方もこういうのやれへんかみたいなんでやり取りして3曲ぐらいできて。 でこれちょっと二人でユニットというかそのやってみたいんですけどみたいなのを言ったら全然やろうみたいな感じで言ってくれてちなみにもともとラップとかはどういう、はいえー 初めて経緯とかは僕もイースター君とそのルーツが似ててもともとレゲエをやってたんですよ <はい S 1> <あ>。そそううなんだそうですっていうのもその大阪の平野っていうところが結構そのまあレゲエの先輩方がすごい多くて <はい S 1> でまあ僕が小学校の時とかってレゲエすごい日本で流行っててでその大阪の平野にレゲエのお店とかあの服も売ってて CD とかあのレコード置いてるカルチャー発信してる店みたいなのがあって。 そこに小学校の時にすごいずっと通っててとかっていうなんかあの周りにレゲエの環境がすごい多くてもうほぼそのレゲエしか知らへんぐらいの感じでもともとはそれでまあ関係者の人とかがそのショップで働いてたりとかであのまあガキ歌ってみろよみたいな感じで小学生やからちょっと面白がって言ってくれてたりとかっていうのであのいやでもこれほんまにやるのおもろいなみたいななってってもともとはそうですねレゲエをそれでやって。 で中学2年生ぐらいの時に初めてライブして、うん、っていう感じです、ね、中学2年生で初めてライブそうですやばっ14歳とか <laughs> そうですねもうほんまにもうめちゃくちゃ下手くそなイースタ君はなんか最初ライブめちゃくちゃボスってみたいな話してたんですけど僕はもうめちゃくちゃ滑ってみたいな感じでしたね 2> <笑><笑><笑>中2で <laughs> 2> すごいえうちえどういう感じだったんですかえっとねえそもそもなんか、あのー、もうずっと棒立ちで歌ってるし、はい、あのー リリックもしょうもないしみたいななんかまン、あ、ライブとしてのクオリティがすごい、まあ、やっぱまだまだそりゃそうなんですけど、あのー、まだまだでうん高、う、い、ん、でしょでやっぱあの中学校の友達とか見に来てくれてみたいなそうですねそんな感じですねえー、やばいえその時の経験はどう,どうでしたなっていやーはいまあ今となってはそれがあって、はい、逆に、あのー、その時はしかもそんなめっちゃ下手くそとか思ってなくてその時は自信だけはあったんでなんか いけるんやろうなって思ってたけどまあ、思い返したらやっぱもう全部昨日以前の自分って全部ダサくてまあまあみまたあ、まあはいな、はい、過去の自分には全然納得できないですねずっと今が一番いいと思ってますそっかそっかええー、そうなんだそっから始めて14歳ですげーなえなえでそっからずっともうヒップホップでラップしてみたいなそうですねなんかえっとそれこそそのやっと高校生ラップ選手権とかが出てきたぐらいの時にはいはい、はい 結構そのヒップホップを耳にすることが多くなってうんうんでもともとライブとかしてても先輩の人とかから「いや神楽は絶対ラップの方がいい」みたいな言葉の詰め方とか「<あー S 1> 絶対ラップの方が向いてるで」って言われててでまあそれもあってヒップホップをどんどん知っていったらまあ自分のスタイル的にもヒップホップが合うのかなとか音楽の音楽 的にもヒップホップの方が好きかもしらへんってだんだんなっていってっていう感じですね。はいはいはい。でだんだんこうシフトしていった感じ。シフトした感じ。なるほどな。そっか。え、あの自分がそのなんかあこれラップの方が向いてるかもなって思った、えー、っていうかあこっちのラップの方が好きかなって思った曲とかなんかきっかけとかあってあすか。えっ、ー、とはっきりこの曲でっていうのは覚えてないんですけど、うん、それこそその時代だとあの人面ウサギさんの、はい、東京タウン時をタウンっていう曲があってあ<ー>それとかが やっぱりすごい新しくてそ,のそれこそトラップを、うん、あのめちゃくちゃ早くやってた人なんでああそれで結構衝撃受けて、はい、こんなかっこいい音楽あるんねやみたいなは覚えてるんですけど<ー>、まあ、その曲がきっかけでっていうよりかはでもその辺りの音楽が結構好きでしたね。 そっか全然日本のヒップホップ分かんないから、柾木さん知ってるけど、東京シティの曲もちょっと分かんないですけど、でもやっぱかっこよい音楽やっぱ多いですかそうですね、ヒップホップの方が、なんかその時は結構衝撃受けるのが、もともとやっぱレゲエもすごいあったんですけど、ヒップホップの方がなんかまあ好きかなっていう感じでした、自分はなんですけど。ちなみにレゲエとかどういう曲聴いてたんですかレゲエだとそそれこあの コトブキんがすごい流行ってて、それでもう中学校の,その友達とか、それこそヤンキーの子らとかもみんなそれ聞いてて、えー、そうですね、コトブキんがすごい流行ってましたね。まあ、インスタもあのコトブんさんがすごい好きでそうっていうのを言ってたんですけど、そ,うん、そっからインスピレーションを逃げてみたいな。ちなみに、まあ、ちょっと、あのー、話戻っちゃうんですけど、カグラんの書き方変わってるんですよね。スピリングが。 結構みんなそのなんて読むかを書いていらっしゃいます。それあの V の部分があの逆なんですよ。そういうことだ。A はいはいはい。まあそれでも結構その無茶苦茶な読み方でやってるんですけど。はいはいはい。かかそう。V が逆さまで K あのそうですね。タイトル見てもらったら K V G G L V なんですよ。そうです。でこの V を A としてつつあってことですよねすす。 ブラックスケールっていうブランドがあってはい、はい、それも A を逆にして V にしてるんですよ、えー、まあそれから撮ってるんですけどそうなんだえブラックスケールってこの,このブランドはえっ、ー、とあれですかどういうブランドですかえっとねえー、それこそエイサップロッキーが流行らせたのかなぐらいの時にすごいあの注目されてたブランドであな,んなんか、まあ、ヒップホップのストリートブランドなんですけどものづくりがすごいたけてるというかはい、はい、素材とかもこだわってて、はい、なんかあの。 クオリティの高いストリートブランドみたいなはいはいあの時、まあ、ラグジュアリーストリートみたいなブランドすごい流行ってたと思うんですけどはいはいそうですよねまあその中の流れだブランドですねええー、そうなんだえー、じゃあその当時そのブランドも好きでっていうのもあったんですかあそうですね結構好きでしたそうなんだえー、っていうかそのファッションがめっちゃ気になっててあ,あ,<ー>あった時から思ったんですよめちゃくちゃなみたいなあ本当ですかありがとうございますそれちょっと聞きたくてはい ジャッもう全部統一するピッとなってるんだけどあ,あ本当ですかジュエリーとかもジュエリーああそうですあのジュエリーは、はい、えっと僕大阪のあのアメリカ村にあるバニティっていうお店で働いててで全部そこのジュエリーをつけてるんですけどふ<ー>普段からつけてますこれはいいっすねかっこいいっすねあれいいっすこのめっちゃかっこいいしでこの黒のこれはこれ石っすかこれはねなんか一応これもシルバーのリングなんですけど、はい、ちょっと見え,見えにくいっすかねこ,こっちの方が見えすぎましたはいはい これもシルバーのリングで、はい、えとそのバニティーで置いてるやつでこれ石なんかななんかここ埋め込まれてるような感じですねはい、はい、そうですよねうん、うん、ええー、超かっけいなビーズとかいいっすね結構ジュエリーはでもやっぱ肌が好きなんで,で、えー、結構こだわってつけてますジュエリーのブランドとかこれ全然わかんないんですけど<ー>なんかおすすめのジュエリーアボランチとかめっちゃ聞くけどはい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  そううううでですねどうなんですねど <うん S 2> ううな,なんかそそいジジュュエエリリーーのブブラランンドドれこそうちのお店で最近取り扱い始めたクラプションコントロールっていうブランドがあるんですけどまあえっと日本のブランドでアメリカの,そのヒップホップアクセサリーの,その今はまだ結構定番的な形とかを日本のクオリティで作ったりとかっていうようなえブランドで例えばその。 日本人とかって、やっぱり指とかそんなに長くなかったりとか、するんでボリューム感とかを自分で合わせてオーダーできたりとか、その日本人向けの一ップップアクセサリーブランドみたいなを今取り扱い始めてて、そこが結構いいと思います。熱いですかぜひね、ジュエリーね、お願いします。バニティ来てもらったら僕にもしゃべれるんで、大阪、ぜひぜひ、やばいですね。なんかこれも俺今のスポンサーもジュエリーのブランドなんですね。そうなんですね。 今つつけけてなないですけど、はい、なんかそのののジョイントの形のやつが多分最初の方に広告みたいなちょっが流れてた思うんですけどジュエリーを持って知りたいなっていうのも自分の中であったんで、はい、なんかそういうの面白いからみたいなまあまあそうですね日本人ってあんまりジュエリーつけるアクセスじゃなくてジュエリーつける彼女は結構少ないじゃないですかまあそうですねアメリカとかだったら結構みんなつけてるしラッパーとかもジュエリーもブリングリンみたいなそうです、ね、あんまりそのいっぱいつけるのがカジュアルじゃないのが日本なんで、はい、そうですよね,そうですね どう思いますそのこの今実際のああまあでも結構やっぱりストリートファッションっていうのが世界でもトレンドになって日本でもやっぱ流行ってるんでそれに合わせるんであればもちろんやっぱジュエリーとかもつけてる方がかっこいいしうんうん、うん、そうですよねで、まあ、全然ストリートファッションじゃなくても僕とかそんなにストリート寄りではないと思うんです結構結構取り入れれるものが多いと思うんでアクセサリーはやっぱ、あのー、つけてもらった方が、はいあのー、なんていうのな アクセントじゃないですけど、あそこまでこだわってんねやったら、僕はやっぱ人の服装とかファッション見るときにちょっと思いますね。へぇー、そうなんだ。ちょっとアクセリに見ちゃいますね。細部やっぱこだわる人かっこいいですね。そうですよね。体の先端って結構目立つんで、そっか。そうなんですに確かに確かにそうかもしれない、ちょっと今思ったけど。なんか意識し始めちゃった。つけましょう、明したからつけましょう、あしからつけるです、ちょっと。そうなんだ。ちなみにファッション、他にもジャケットとかやっぱヒップホップなのにこのファッションって結構珍しいと思うんですよ。そうですね。 なんかこだわりとか結構このジャケットとかも結構かっこいいじゃないですかこれは、はいえっと、トリココムデギャルソンっていう、はい、コムデギャルソン日本のブランドのえっともっともっと多分レディースのニットをやってたのかなで今タオっていうブランドに名前変わってるんですけど、はい、の古着でトリココムデギャルソン時代のジャケットで、はい、これは多分メンズいやどうなんやろうレディースか分かんないんですけど、はい、まあ結構サイズ感とかもばっちりでで 素材感とかもジャケットにしては結構珍しい感じだったんで、フルギで買いました。えー、古着フル結構好きです。古着好きなんだ。そうですね。えー、このジーンズとか。これもね、フ古着屋でだ買ったやつで、はいはい。きれいだろ。や,やばっフレアパンツ こんな70年代の綺麗なデニムあるんでしょ、ね、あいいあー、そういうことか。なるほどね。いやっぱフレアパンツ今かっこいいから。フレアパンツはいてますね。えー、めちゃはいてるっすよね。めちゃめちゃはいてる。男でもはいってる人す,、ね、すね。男でも。それがちょっと俺めっちゃかっけえなみたいな。ちょっと俺もなんか。ああはい。ちょっと,といや着てみたいけど、はいはい、やっぱその合わせ方がむずいなみたいな。いや、絶対似合うと思うし、フレアパンツは結構その。はい ほかがシンプルでもそれ履けばかっこよくなるみたいなと思うんで、うう逆に全然取り入れやすいと思います。本当っすかファッションとかはちょっと聞きたいです。<や>なんか、意識してることとかあるっすか意識、まあなんかそうそう、そんな別に偉そうなこと言えるほどおしゃれな人でもないんですけど、いいいいなんか、その、まあ、結構家にでっかい鏡があって、はい、で、やっぱ靴とかまで全部入って全身にて、シルエットの感じとか、僕とか身長あんま高くないんで、それを例えば、 めっちゃ着丈が長いジャケットとか着て前閉じちゃうと身長低く見えるなとか足、はい、長く見えへんなとかっていうのは<ー>じゃあこっちの方がいいかなとかっていうので<ー>結構合わせ方をこだわるっていうのはまあ、あのー、自分の体型とかうまく見せるためにやったりはしてますね。はい、なるほどなるほど。えそっかえそのなどういうのが自分の中でこれは気をつけるとか例えばあ<ー>上の丈短くするのか、はい、なんかなんですかねなんかそういうのでポイントとかあったりするんですか どうそうですね、まあ多分身長が高くない人、低い人には結構全員に言えることなんですけど、はい、あんまり例えばコートとかで前閉じてしちゃうと、うん、その足の見えてる範囲が少ないと、うんうん、どうしてもそのやっぱ身長が高い人に比べて、足が短いのが目立ったりとか、で、人ってこう、ぱって見たときに、この人が身長のアンセンチって分かんないじゃないですか、分かんないです。で、大体頭のちっちゃさとか足の長さで判断するんですよ。<ー>だから、できるだけ足長く見せたりとか、はい、その。 全身のシルエットで、こう、ちっちゃいなこの人って写真とかでも分かるような感じにせえへんっていうのが。スタイルよく見せて、イコールこう、かっこよく見える、おしゃれに見えるみたいな、とこにつながると思うんで。なるほど。それは、あの、低身長の皆さん、ぜひみんな、気をつけてください。了解です。了解です。俺、めちゃくちゃ身長高い。俺、身長高いから。身長高い人は、ほんま、何も気にせんくても。そうなんですかね。 ファッションちょっと気を付けていろいろやってきていやでもかっこいいですマジっすか本当っすかうちょっとしちょっと意識し始めているああそうなんですか最近結構だってこのロンティーニハーフパンツって実はすごいバランスよくてああマジっすかそうなんですよ本当っすかプラスポイントプラスポイントなんか AIY ラインっていうそのかっこよく見えるスリーシルエットっていうのがあって A が例えば上がタイトで下がでかかったりとか I が全部スッキリしてて Y は上の面積が多くて 下が少ないんですよこのロンティーハーフパンツって服の面積結構上に重心が寄っててでまあ足も見えてる範囲長いし、はい、っていうのでこうなんかバランスがよく見える形っていうかっていうのがあってあなるほど多分それを感覚的に作れてるんやと思いますやば <laughs> ちょっと初めて聞いたんですけどちょっと俺これこれとかいいし俺もなんかこの組み合わせいいな、うん、みたいな。 なんか多分あのパッと見たときにあなんかこれいいなと思ったときとかって結構そういうのあったりとかそうなんだそうなんですよそういうことなんですね僕はめっちゃめっちゃいいこと勉強してるこれちょっとマジでいい勉強ファッションもっとファッション詳しい方偉そうに言ってマジで申し訳ないいや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 そんなだっていやいやめっちゃかっこいいですよこのあのブーツもめっちゃかっこいいありがとうございます。 これも、その古着好きの友達にもらったやつ。あ、もらったやつたまたまそうなんです。足のサイズぴったりやったから、履いてみるみたいなんで履いためっちゃよくて、履いてみるって言われて。マジっすかやばいいっすね。しかもこのフレアパンツにこのブーツっていうのがめっちゃおしゃれだないなそうです。もともとやっぱ、フレアパンツってブーツカットって言って、ブーツ用のパンツなんで。ああ、そっか。もともとブーツカット70年代っぽい、その、確かにシュレットっすよね。やっぱそういうことか。えー、なるほどな。色とかは、こうだったりするすか。こういう色の組み合わせ方がいいよとかなんかあったりするすか。 まあ結構いろいろその組み合わせあるとは思うんですけど、はい、うーんなんやろなそれこそ体型よく見せるなら僕の場合はあんまり下に白とかの膨張色はかなかったりとかとかっていう細かいところあるんですけど基本やっぱりその色の使い方ってめっちゃ難しいというか繊細で。 ちょっとこの差し色入,入れたりとか、この色合わせでよくなるとかって結構あるんで、一概にこのこういう色がいいですっていうのは、言いづらいですかね。しいですね。例えば今回の色の組み合わせの差し入れの仕方のポイントとかってやつですか差し入れの仕方は、まあ、結構このブーツの色とジャケットの色が相性がいいんで。はい、そうですよね。うん、あとはまあ白と黒であんまり邪魔しないようにというか、基本的に白、黒、プラス1、2色ぐらいで収めてますね。あ<ー>まあ、うん、日によるですけど。日によるけど。 そういう感じで決めてるんですおもろいな。そうなんですね。ちょっとファッション講座みたいな。そうですね。ラッパーやのにめっちゃファッション講座。いやいや、もう重要ですよ。いいと思います。そういうの。やっぱり個性があって、ぱっつみがかっこいいと思ったんで、ぜひぜひちょっともう聞きたいし。最高っすそっか。じゃあちょっと、あの、ちょっとライプの方にすみません、戻っちゃうんですけど。 自分の今のラップのスタイルとかで、はい、とかってなんかちょっと未公開の曲ちょっと聞かせてもらったんですけどあーはいありがとうございますちょっと四つ打ちはいあれはどういうちょっと説明どういう感じでえーと<今>まあ四つ打ちハウスとかテクノの今八曲入れぐらいの作品を作っててはいで、まあ、元々あの例えばそのデザイナーズブランドのコレクションってあるじゃないですかコレクションとかで結構そういう音楽って使われるんですけどあ<ー>その まあ僕結構コレクションを見るのが好きでこれに使われてる音楽とかってやっぱファッションとすごい精通してるというか,なんかこれにラップのせたらいいかなみたいなのとかヒアダムさんとかはすごいそういうのもやってはると思うんですけどまあそれもかっこいいしめっちゃ勉強させてもらってるんですけどまあちょっとそういうのをまあ自分もファッションと何て言うんやろう ファッションと通じる音楽じゃないけど、自分のスタイルでできるのがいいかなっていうのと、あとはなんか、例えばポストマロンとかって、ヒップホップとロックの組み合わせみたいな、あると思うんですけど、そういうなんかミックススタイルみたいなのも好きやし、そういう武器が一個あるの全然違うかなっていうので、そういうの挑戦した感じですね。4通うハウスとかのビートとかにラップをあって、それこそ最近。 あのー、ドレイクとかの新しいアルバムとか,とかそういう感じほぼハウスでああれでですすよねねそううものジャンルもあれダンスで出てたんでそう<あ>完全になんだ結構まあハウスの流れ来てるのかなっていうのはあるのとたまたま僕ほんま1年ちょっと前ぐらいから作り始めててへ<ー>でたまたまタイミングがばっちりあった感じなんですけどもしかしたらもう僕のこのハウスの作品とか四つ打ちのハス作品が出る頃には。はい めちゃくちゃ流行ってるかもしれないし。ああ、わかんないですわかんないっすけど。でも、タイミングが結構いい波来てるかなって思いますね。やばいっすね。いや、嬉しいっすね。いや、たまたま。ちょっと聞いてたんでめっちゃかこかったから。やべえ、いけてんなみたいな。はい。え、これとか EP とかもすぐ近々出る感じなんですかそうですね。まあ予定では10月中とかぐらいには出せたらなと思ってるんですけど。まあその予定で今動いてますね。なるほど、なるほど。そうなんだ。結構精力的にじゃあ。 ep 作りながら。そうですね。はい。基本的にはずっと一人でも、サマースノーマンでも制作はしてます。えー、そうなんですね。大阪す、基本的に制作とか。そうですね。大阪のラウドスタジオっていうところで。あ、まあ、サマースノーマンは結構そこで作ることが今多くて。はい、ソロの場合は、地元の先輩がラッパーしてるんですけど。えー、で、そのラッパーの、あのー、ロッドジーズっていうラッパーがいて。はいはいはい で、まあ、その人とと一緒に制作したりとか僕の、えー、チームメイトでバックエストラっていうトラックメーカーがいるんですけど、はい、そのバックエストラと一緒にあの四つ打ちのトラック作りながら自分も、あのー、ラップしてとか、はい、みたいな感じで一緒に作ったりしてますね。めっちゃもともとこのハウスとかに、はい、あのなる前とかのスタイルとかどういう風から始めて、はい それこそ特になんかその定まってない感じというか結構そのイースター君と一緒でいろんなトラックとかいろんなスタイルでラップするのが好きでっていうのを自分もやってたんですけどまあ結構それが固まってきた感じはあってでまあ自分は結構歌うよりかはラップする方が向いててでまあこういうラップがいいなとか結構そのいろいろ定まってきた段階でっていうところですね。また完全にこの とえばこれみたいなのってあんまり出せてはないんですけど今ちょっとそれを錯誤してる感じですねそうなんですねでもそれからこれから出る EP はそういう部分をめっちゃあまあそうですね結構今の自分のやりたいラップとトラックとっていうのをほんまにやりたいことだけやってる感じなんで正直みんなが好きかどうかわかんないんですけど結構自分が一番好きな形で今やってますそうなんだ えそうなんですえちなみに制作の頻度とかどんくらいなんですかどんくらいの頻度で制作したりとかしてるんですか、はい、えっ、ー、とーまあ大体僕結構そのアクセサリアで働いてて、はい、ずっとそこにいたりするんで、はい、まあ週12回とかぐらいスタジオに入って、うん、で、まあ、その分そのスタジオで毎回、あのー、曲の曲は作り上げたりとかっていうようにはできるようにしてます<ー>時間がない分な、はい、あの結構コンパクトにそこで集中してできるようには最近してます。それは結構、あのー この短いい期間でちなみに書く時はどういうインスピレーションっていうか何か何を元に作ったりするんですかえー、っとそうです書く時は基本的にそのセッションみたいな形でテーマ決めたり決めなかったりそれこそフリースタイルっぽい感じであったりとかもあるんですけど、はい、まあ基本的にはこういうので書きたいなっていうのが先行で、うんはい、そこからリークを書くようにはしてて。インンスピレーションは そうですねまあでも大体何もないところから書いたりとか結構僕時事ネタ入れるのとかも好きなんですそういうのとかをちょっと入れてったりとかそれやばいですね時事ネタとかやっぱやっぱ US ヒップホップはそういうのあるんですけど日本は結構少ない気がするあんまりそうですねなんか特にあんまりリリックでこうめちゃくちゃ面白いリリックっていうのがそこまでやっぱ多くないと思う確かに俺もそうやちょっとそこをちょっと大事にしたいかなと思います 価値のことだったしめっちゃいい、めっちゃいいと思いですね。まあ、それをできるように、ちょっと頑張ります、はい。いいっすね、いいっすね。ありがとうございます。え、ちなみに、<はい S 1> ちょっと話変わっちゃうんですけど。家族とか、生いたちとかの話とか聞いても大丈夫ですか。あ、まあ、そうですね、特に、その、結構、僕は。日本だと、平凡な家族のところに、というか、まあ、あの。平凡に、ちゃんといい愛情を受けて、育ってきて。特に、その、めちゃくちゃやんちゃしてたわけでもなくて。なんか、まあ、周りには、結構、それこそ。 あのヤンキーの子たちとか多か多っ僕はまあ,あのどっちかって言ったら音楽やってるからそこにいたというか<ー>その不良文化の中で、はい、その結構レゲエだったりとかそういう音楽っていうのみんな好きなんでそれでつながってたりとかそのヤンキーグループの中におる子がもともと相方で一緒にやってたりとかしてたんであそうなんですね,そう,ですねそういう感じだそうですそうです っていいうう感じでですす大阪の平平野野ねそうなんですねずっと生まれてからずっとそうですねそうなんだお父さんとお母さんとかはこのラップとかやってることに対してとかあまあ結構両親とも音楽好きであそうなんだそうなんですよで僕がお腹の中にいる時からボブ・マーリーが流れてたりやばー最高っすねそれは結構レゲエとかもともと理解やったというか許してくれてたしで もともと習い事とかさせてもらってもなかなか続くこととかもなくて音楽はあのずっとやってるから多分好きなんやろうなっていうので見てくれてたと思うんで、うん、そういうことかあんまりその反対意見とかはないですね本当ですか割とサポートしてくれてるみたいなれ、ね、あそれは重要ですねありがたいですね,っすねそっかそっかそっかそうなんだ、えー、えちなみになんですけど、はい、なんか兄弟とかいるんですか一人っ子です一人っ子だはいそうなんですね じゃなんかそのやっぱり音楽やる中で結構兄弟ブームじゃないですけどなんか周りとそうですねなんかそのそれこそさっき言ってたロッドジーズっていうラッパーがその地元も一緒でで僕が音楽初めてライブ初めてした時ぐらいからずっと一緒に今もやってるんですけどその人とかは結構僕の2つぐらい年上ででロッドジーズも一人っ子でだから僕は勝手に兄貴みたいにしたってついてってる感じですそうなんだそういう関係性もめっちゃいいですよねそうですねそうですね そそかかなるほどな。イースタ君も兄貴みたいなとこなんですけど僕よりちょっと子供なとこ多いのでそうねお互いサポートでしたから役割的はサマースノーメの中でサマースノーで曲作る時は結構そのそれこそイースタ君に結構任せてて音楽作るセンスとかやっぱイースタ君のがあるっていうのは自分でも理解しててだからこそなんかあんまりイースタ君がこれやりたいとか言って。 くれたことに関してはいや俺はこの方がいいと思うっていうふうにぶつからないようにはしてて<ー>時にはぶつかることもそれも大事だと思うんですけどはい、はい、基本的には伊勢くんがやりたいって言ったことを、はい、あそれいいですねって言ってほん、まあほんまにいいなって思うことすごい多いんでだから、まあ、それにあのついてってるような感じですかねうあそうなんですね,そ,うですねそっかじゃあちょっとサポートしながら一緒にやりたす、ね、みたいな、うん、そうなんですね あその EP とかサマースの面で EP 出すんですかそうですおそういうその中のなんか未公開の曲とかで、はい、なんか結構あるっすか推し曲ですか推し曲は「はいえー、アニーダ」っていう曲それこそあのイースターが出演した時にも、うん、あのアカペラで歌ってたと思うんですけどその曲が一番自分らの中でも気に入ってるかなって感じですねはいはいそれのなんかバースとか、はい、いいっすか実演やらしてもらっていいですかはいお願いします ちょっと水飲みますはいちゃんとうろって喉をね調子よくしてからはい「Yeah h e い足りないまだまだ足りない」 アニダマニバー掴みたいからまたラニだペイしたいつかのまにも手にしちゃうつかのまにな埋めこもでこにダイヤサマスのバーつかますのが挨拶向かうところ敵はいないからむしろワニだライバル求めすぎてファだダーこの目で見てただけどそれ分かった上で求めた悪魔のやつがなかなか来ないから俺らの方から来てやったぜほら契約しなっく <Yeah. S 1> くれてやるさその代わり俺らが決めるのさ俺らの価値ダっいのはなしそれだけの話ほみなら分かってるぜ同じ価値観 イスタは隣でまたウィズカリファ大丈夫俺はシラフでもステイハイ相変わらずのタイプは変態今だ場所が茨だろうが審判な暇は知ってる暇な今は未だ未来は未来だからたらたらバカ邪魔ならカバが逆さまなバカ今じゃプレイヤーなら何万人朝飯前や前の日のランチ雑魚食いすぎて入ってるマンチもう症例が君ならサマスのアンチ音の上がマイホームお金はないけど最上級 <Yeah. S 1> でも絶対に掴み通るビッチドンキマバイソファソグイキ息急グ です。やば。めっちゃ最初おい結構ゆっくりめなんだな。あそうです。ババッと走る。おおみたいな。やべえみたいな。やばいっすね。こういうフローが好きなんで。そういうことか。そうです。変化球っすね。変化球に従います。いいねくれてるんで。いややばいっすね。このイーザ君のバリバリのこれとこの変化球これ合わさったそうですね。なんか。 基本的に、結構その、さっきも言ってたみたいに、イースタ君がリードして、まずバース書いてみたいなことが多くて、じゃあそれに対して俺はどういうふうに載せようかとかっていうふうな書き方が結構多いんで、多いですね。だからちょっと違う味出せるようにはしてます。なるほど。うわ、めっちゃいいっすね。二人のこのこういうコンビネーションもいいと思うし、聞いた感じめっちゃやべえく聞きななそうだなみたいなイースタ君のも含めてこれはちょっとやばいっすね。二人があさって、ぜひ。 概要欄とかにもね絶対やってやると思うんで、出てたら貼ってやるし、ね、出てなかったら、まあちょっと楽しみにして。もう覚えててください。覚えててください。あ、だ。いや、そうなんですね。そっかそっか。あざます、マ,マジでえ。ちなみになんですけど、はい、ちょっと、ちょっと、あのー、話変わっちゃうんですけど、はいあのー、趣味とか何かあったりするんですか趣味は、えー。 それこそさっきリリックでも出てたノータイプっていうトラックメーカーがいて、はい、まあサマースノーマンの曲ってほとんどノータイプがトラック作ってるんですけど、はい、でそのノータイプのえ実家が農園をやってて、はい、でそこからいただいた多肉植物を育ててますね <laughs>。何植物？多肉植物です。かそれ？あのサボテンとか、はい、みたいなその。 植物の中の種類なんですけど、サボテンとかあチケだ。そうです。やば。お家で育ててます。バジ斯か。え何どういう種類させてるんですか今。えっとセンペルビウムっていうのと、えアガベジェントリーっていうのと、で何だっけなアロエ科のなんか名前忘れちゃったんですけどそれとか結構なんかあのいろいろいただいてで全部めっちゃいいんですけどそれを育て えそれってどうやって育てるもんなんですか基本的に水あげるんですけど多肉植物ってあんまり水を好まなくて 1>、はい、週1回とかそれよりもっとあげたあかんものとかその時期によってはあるんですけど、えー、だからこうめでたいのに、はい、あ,のあんまり水あげたらあかんかったりとかで <laughs> 逆にちょっと育てるの難しかったりするんですけどそうなんだそうなんですよへえー、<laughs> を今えはいやってますやってるんだえちなみにそれどうやって勉強したんですかそのお育て方とかあーもう全然あのネットで調べたりとかはい だから逆に全然まだ勉強不足なんであのちょっと元気なくなってきたりとかしたらすぐグーグルで調べてどうしたらいいんやろみたいなんで今対応していってる感じですねそういうことなんだそうですやばないつぐらいでしたっけそれはいつからなんですかえ、ね、今年の、えー、春ぐらいにいただいたんで、はい、そこからずっと育てててやば夏越しっていうのをやってる時期、ね、夏越しはやっぱり重要なんですか重要です何ですか夏夏越越ししっっってていいううののはその、はい、やっぱ えー、強い日差しだったりとか、はいあのー、高い気温っていうのに耐えさせたりとか、はいはい、種類によってはやっぱすごい夏の方が向いてたりするものもあれば冬型のものもあるんでそれをちょっと調整しながらやってですねええー、おもろいなおもしろいです植物いいっす植物いいえ水ぐらいですかでもあげるのはそうですね水だったり、あのーまあ、もうちょっとしたらあの植え替えとかあるんですけどっていう感じですかね今は水を いい頻度で上げるぐらい。土が乾いたらとか。そ感じですはい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 、ええー、ちなみにその日光の感じとかなんか、はい、こう今日つけなきゃいけないものなんかあったりするんですか。えっと、どういう 大変だなうです、ね、大変だと思うことはうち猫飼ってたりするんであ,<ー>、あのー、あんまり日光浴びさせたらいけないものとかでも中に入れれないんですよ猫が食べちゃうんでああ<ー>猫が食べちゃうのかそうなんですよその日の当たり方とかを場所をちょっと気ぃつけたりとかそう、はいう、は、こ、い、と,とっていう感じですかねううおお大変ですね大変です影の感じとか考えてて、ね、そうですねそういうことかよかった何時に日が当たるからとか <laughs> そういう感じですね <laughs> やば めっちゃこだわってやってるんだでやばいっすねそっかえ猫飼ってるんですね猫飼ってます一匹二匹です二匹おー二匹飼ってるんやそうなんですよなんて名前ですか、えっと、キコとスンリっていうキコとスンリそうですええー。<laughs> どういう猫の種類なんですかえっとねあのー、めっちゃでかい猫なんですよめっちゃでかい猫そうであのー 猫なんですけどめっちゃ人懐っこくてもうお客さんとか来たらそのお客さんにめっちゃ寄っていって膝にスリスリするみたいな犬みたいな性格の猫です珍しい珍しいですねめっちゃ珍しいみんなだからすごい珍しがありますそうですよねだって俺猫めっちゃなんかそっけないイメージあるですもんあそうですねなんか基本猫はそうなんですけどうちの子はすごい人に慣れてるんでそうなんだそうですいいっすね俺なんか猫か派か犬派かっていうと正直言うと犬派なんですよあそうなんですね正直のこと言うとんかそれさっきその理由がまず猫って可愛げが少ないなっていう 俺の個人的な意見。それで、犬ってやっぱその可愛げがあるじゃないですか。そうですね。そうそうそう。懐いてくれるし。そう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 なんですよ。それでなんか俺、ちょっと犬好きなんですけど、でも懐いてくれる猫だったら好きかもしれない。結構懐いてくれる。好きになってもらえる。やばいます。ぜひ会いたいな。会いに来てください。そうなんだ。ぜひぜひ。ちょっと、行きたいです、マジで。マジで行きたいです。 なんか俺実家でトイプードル、え、トイプードルっていうのかな、なんかちっちゃいプードル、コウメっていうプードル飼ってて。それこそ、俺がアメリカに行ってる間に、家族が知らない間に飼ってたんで、家帰って来たら、え、なんか犬いるみたいな。そうそうそう、そこから、ちょっとライス、サプライス、まあ、意外に可愛いですよね。俺こんななんで、調子せいよとかなるんですけど。でもなんか、あもなんか。まあ、でも家族のそれぐらいね、ある方が、逆に。そうですよね。確かに。それも愛情のうちとして。はい。しときましょう。そうです。いや、いや、そうなんですよね。そう、同時立てるって、むずく。 少そうですね結構なんか体調悪くなったら病院連れてったりとかそうですよねそうですよねそういうのとかあるからでもなんかやっぱそういうのをんか学んでいくとね将来とか子供産んだ時とかにも少し経験使えるのかなみたいなちょっと思ったりするですけどそっかそうなんですねちなみになんか好きな食べ物とかあるすか好きな食べ物僕白ご飯が一番好きで白ご飯シンプルイズ・ b ベストですね白米がまあもちろん あのー、焼肉やったりとか、はい、あの鶏肉とかすごい好きなんですけど<ー>それがあの白ご飯がないと食べれなくて何でもご,ご飯と一緒に食べるんですよ。はいうん、で好きな食べ物って昔からこうよくある質問というか、はい、聞かれるじゃないですか。で なんやろうなと思ってたんですけど、多分一番好きなのって白米なんですよ。白米と何か合わせるんで、珍しい。多分白米です。そうなんだ。いやです。焼きくは最近食べたんですかやばいしね。白米いいっすよね。白米いい。白米めっちゃ、焼肉とかも俺、ご飯なかったら焼肉食えないです。そうなんですよ。僕もで、焼肉もそうやし、もう何でも大体ご飯と食べるんで、そっか。麺類とかでも。麺類を分かった。あそうなんだ。絶対にラーメン屋とか行って白ご飯頼んで、それと一緒にラーメン食べないですけど。 今焼きそばとかは全然飯で行きですね焼きそば飯で行くんだ飯で行きますヤバ何それなんかおもろ焼きそばパンとかあるんで多分いけるんじゃないですかいける <laughs> えでも <laughs> ねえそれはそのなんか、はい、ご飯とその焼きそばで別の皿に盛ってみたいな 一応おもられて出てくるんですけど、口の中ではもうミックスになってます。あそういうことが一緒に食べるんで、口中ミックスだ。口中ミックスだ。口中ミックスああそうなんだ。いやもう炭水化物、炭水化物、炭水化物。炭水化物。話してますね。そうなんだ。白米珍しいな。そうですかね。まあそうやな。結構昔からその食べ方で食べてきたんで、そうかもしれないです。珍しいかもしれないです。もしかしたら。えちなみに白米と合わせるおかずで、これはぜこれが一番好きとかあるですか？ えっと最近は鶏刺し、鶏の刺しだ。鶏の刺身、鶏の刺身が一番。まあバサシも美味しいですけど。魚の刺身うまいな。刺身、刺身は前。刺身めっちゃ。刺身にいいかもしれないです。その。刺身に。好きな食べ物。ああいいですか。えそれは肉って俺肉の刺身食ったことねえなってか。あ本当ですか。ないっす。バサとかすごい美味しいです。馬刺シも食ったことないです。本当ですか。生の肉食べるのにちょっと抵抗感があって。あなるほど。未だに。どうですか。怖くなかったですか最初。 いやーまあでも結構昔からあのー、お寿司とか好きやったんで、はい、寿司めっちゃ好きそれもあ本当ですか <laughs> めっちゃ好きえでもそれって生の魚はいけるんですねそう仲間生の魚は俺マジで好きなんですよいやでもそしたえっ 魚の刺身も好きですかめっちゃ好き。じゃあ絶対でも鶏刺しとか和刺しもマジますっすかうわ、ちょっと俺トライしてみます。トライしてみた方が。いまだにちょっとね、ビビってできてないんですあ、そうなんですかもったいない。もったいないですよね。いや、なんかテレビとかで見たことあるんですよ。生で肉食ってるやんみたいな。いや、もうめちゃくちゃ美味しいですよ。そうなんだ。肉寿司とかもじゃあ食べないですか生の肉寿司ですかそうです。あ、まあ、火取ってるのとかもあるんですけど。火取ってるの食ったことあるあ、本当ですか生だけないです目の前でやってくれたりとか。 あ、それもないかもしれない。あ、本当ですか。はい。結構肉寿司も好きですね。ええ <ー S>。美味しいっすよね。美味しいんだ。いや、なんか、親とか、それこそなんか、俺毎回焼くとか家族で行くじゃないですか。<はい S 1> その時に、俺毎回その親がむっちゃ焼きたがるんですよ。ああ、そういうことですね。わかります。 それか、火を結構通しおいた方が。そうそうそう、危ないから、みたいな。俺は結構、生に近い状態で行きたいんで、多分好きだと思うんですよね。柔らかさとか。そう。僕もレアが好きです。わかります。レアうまいですよね。うまいっす。じゃあ、肉の刺身はあったら鶏がおすすめですかやっぱ、もともと結構、刺身以外でも鶏肉が好きなんで、まあでもバサシも美味しいな、なんか結構それはいろいろ食べてみてもらって、多分。 ベスト生肉を見つけてもらえてベスト生肉やばちょっと食べの中のベスト生肉見つけてもらえて新たな扉がオープンするそうですはいベスト生肉やばいですねやばそうなんだそっかそっかえちなみにどうですかなんかやっぱ北海道はあの海鮮が美味しいけど大阪肉梅みたいな話も聞いたんですけどあそうなんですかねそんなことない。 いや僕なんか正直ここまで言っといて、はい、そんなにその食通じゃないというか、えー、飯にそこまで興味なくてあそうなんだそうなんですよ、えー、どっちかって言ったら昔からその友達と行く飯よりかは友達と行く古着屋とかはい、はい、服にお金使っちゃってたんでそっかそっかだから結構あのほんまにお金ない時とかは、はい、あの晩飯代親にもらってその晩飯代を 飯食わずに行ってやばそっかサンドの飯に服が好きなんだそうなんですよそういうタイプですねあでもそれで一人一人サ車万別っていうんですかしとかねえっまあまあまあそういう人違うですもんねそっかえじゃあうまいもの食いに行くよりも高い服いい服高すじゃないのかでもうんどっちかって言ったら多分地方とかにライブとかで遊びに行ってで 遊びに行ってとかライブとかで行って遊ぶ時間ができたりとかしたらあのもちろんうまい名刺も食いたいんですけどそれよりそこの,その地域で話題のお店とか。 おお福屋さん。とか、日本の方が僕は行きたいかもしれないです。そっち系すね。だから、多分イースターとそこでケンカになると思います。確かに、イースター絶対来るの、絶対飯なんで。そうだよな。そっかそっか。絶対飯。えでも、マジで北海道、札幌来たら、おススメの福屋さん連れてくんであ、本当ですか知り合いとかでもめっちゃ行けてる。あ、マジですか。作ってる人と会楽しみですね。ちょっと全国の福屋さん行ってみたい。おおやば。いや楽しみやな。いいなそれ。え、好きなブランドとかあるですか好きなブランドは、それこそ日本だと、さっき言ってたコモデギャルソンとか。 あとはあのメゾンマルタンマルジェラってわかりますかわかるです。あの今のメゾンマルジェラじゃなくて、はい、マルタンマルジェラっていうデザイナー<あ>今のマ,ンンマルジェラですかあ今の,メあのマルジェラはジョン・ガリアノってデザイナーがしててそれも結構好きなんですけど、はい、もちろん好きなんですけどマルタンマルジェラっていうあの もともとその立ち上げのデザイナーがやってた時期のやつが結構好きなのとあとはそのジルサンダーも分かりますジルサンダーは聞いたことあるそのジルサンダーも今デザイナーが違うんですよで元々今あの「s u p r e m でやってた人とかが今ジルサンダーしてるんですけどそれもジルサンダーが本人がやってた時の方が僕は好きで古い方のっていう感じですね結構昔の服とかが好きです結構そ<っ>かはいということで今回のスポンサーはなんと AmazonMusic アンリミドです下の概要欄の方から行ってもらってクリックしてもらうとなんと30日間無料お試しキャンペーンができますアマゾンミュージックアニメットすごくて9000万曲ありオフラインでも再生できて広告もないんですよしかもねゴールデンラッシュポッドキャストこのポッドキャストがなんとアマゾンミュージックにあるのでそこからね音声だけでも楽しめるというね優れもの下の概要欄からクリックしてもらえば30日間0円でお試しキャンペーンチェックしてみてくださいなのでエピソードの方に戻りましょうレッツゴー しかもそのジルサンダーってデザイナーは、はい、あの一、ー、回辞めてそのプラダグループっていうと喧嘩して一回辞めて、はい、あのー、また一瞬戻ってきてとかしてるんでちょっとややこしいんですよそうなんだそうなんですよええー、結構その辺のストーリーもあるんだ、えー、ファッション業界のそうなんですようんうんうんメゾン・マルジェラあジルサンダー1999年僕の生まれた年ですか、ね、おお<ー>えー プラダグループに入って喧嘩したのがいつぐらいですか喧嘩してジル・サンダーっていうデザイナー女性の方なんですけどドイツの人でドイツの人って結構職人気質な人が多くてあなんかそのイメージあるんですそうなんですよ日本人とドイツ人って結構それ言われるんですけどそうなんですよでそのジル・サンダーさんもすごい職人気質な方で素材だったりとかシルエットとか細かい部分すごいこだわる人なんですけどだからその 結構高級素材とかその割に合わないようなも、うんあのを、ー、使ったりとかそのめちゃくちゃこだわって服を作る人だったんですけど、はい、そのプラダグループからしたらそんなにコストかけてその服を作るなとかもっと売れるようにしろとかっていうのがあってあ<ー>そこでちょっと揉めた感じがあったみたいでジルサンダーはそこからその自分のブランドを退任するっていうて。えー、やばちょっと今何年っていうのがあのパッと出てこないんですけど。大丈夫ですいいやいや,、うんいや ファッション業界もね、確かにプラダとかもね、ちょっとね、でっかい企業がこう、そうですね。そうですよね、闇で今結構その大きい会社の下に全部ブランドがあって、そうですよね。なんかあの、LVMH とか、ルイ・ヴィトンもあルイ・ヴィトン、はいはいはい、ルイ・ヴィトングループ。そうですね。なんか俺が聞いた話だと、なんだったっけな、ザラの親会社が世界のほとんどの。 ブラン結構そのザラ自体も世界ですごいシェア率高くて日本では今撤退してってるんですけどあそうなんですそうなんですよ。ユニクロが多分最強すぎてファストファッションだと日本ではユニクロがそっかそっかそっかなるほどね。ファストファッションとかんかあるじゃないですかそういうのとかその辺とかもんか俺もあんまファッションとかちょっと分かんないんであるかもしれないですけど結構よく聞くのがんか SDGs みたいな感じでファッションの。 なんだファストファッションを環境に悪いとかそうです、ね、その問題はファストファッションには結構あります。あるっすよね。なんかそういうのとかってどう思いますそうです、ねまあ、できるだけ僕もその古着で買ってたりとか、はい、そのいいものを長く使うっていう方がまあもちろんいいと思うんで、ただどうしてもそのトレンドとかって動いちゃうじゃないですか。で、その一生その服を着るってことってあんまないと思うんで、そうですね今の時代はもう。だからそそれこそあの自分が あの気に入ってた服であれば、はい、着なくなっても、うん、まあ置いとくか、はい、次の人に売ったりとかでつないでいってっていうのが多分一番その服の環境にとっては環境問題にとってはいいんかなとは思いますね。ファストファッションは長く着れるものがやっぱ少ないんで値段安くすると素材とかもあんまりいいのに使えなかったりとか。 っていうのでまあどうしても廃棄になっちゃったりとかっていうので多分問題になってることがすごい,多いと思うんでうなるほどねまあ難しいところであるんですけど商、ね、味、ね、だってそんな毎回毎回服にお金か,か,かけれないじゃないですか人によるとは思うんですけど、うん、いやでもいやヒップホップのファッションでもなんか、まあ、でもこんなこと言ったら絶対なんかあれだよな <laughs> 結構なんかその炎上関係ですそのみんな同じようなのもの着てるんだみたいな <laughs> あまあまあまあそうですねー。<laughs> ラッパーはというか、なんかまあ難しいもん難しい。炎上案件だな。<laughs> ちょっと気をつけた方がいいところであるんですけど、でも最近、やっぱりその、まあ、ヒップホップってファッションの、はい、なんていうんですかね、そのなんてんていうですかね、分野もヒップホップの一部というか、あそうですね、大丈い,いですか。ですよね。だから、そういうので、やっぱりラッパーとかヒップホップの人たちが着てる。 あの服のブランドだったりとか結構あったりするじゃないですか。そうですね。そうそういうのとかをなんか結構いろんなこのポッドキャストでもいろんな人と話してて、その服にお金かけつつ稼る稼がお金かけるかけないとか、今最近のファッションはどうとかっていう話とか、うん、まあでもその辺とかもめっちゃ面白いですけど、と思うんですけどね。そうですね。はい。 まあラッパーでもそのラッパーが来たことで日本で流行ったりとかもありますねあるっすよねやっぱりアイコンみたいなそうですね今そういうとこあるですよねラッパーがそのファッションアイコンファッションアイコンになってると思いますそうですよねそっかこの流れはどういい感じだと思いますまあそうですねそれこそその まあ来たらアカンブランドとか正直ないんでそのラッパーがかっこいいと思って来てたらそれがいいしただその,そのラッパーを好きな人がそれを着る,着るって言い流れだと思うんでこれはそうです、ね、結構いいことだと思います確かに確かに、まあ、ちょっとこれからね、はい、まあそういうファッションとか音楽も多分密につな,つ,ないでつながってきてると思うんで思います、ね、面白いよなファッション俺めっちゃ面ないからちょっといろいろ ちょっとこれから勉強、ちょから勉強中ですけど。いや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 、全然、俺より全然おしゃれないで、ちょっとでっかい。ちなみになんですけど、なんか、インスピレーションとかモチベーションとか、インスピレーションとかどういう感じだったりします自分のなんか創作物に対するインスピレーションってどういうものだら来てます結構、それこそ時事ネタとか、もちろんニュースとか、今世の中で起きてることをチェックしてたりとか。 あとまあお笑いとかも好きやしコースも好きやし、えーはい、そうやなまあそういうところから多分来てるんやろうけどあんまりこれを意識してやろうとしてるっていうのはあんまりなくて、はい、っていう感じですかねそうなんだ、えー、じゃあもういろんなものを吸収ついにしてそ,そうですか自分が好きなものを普段あの見ててそこから勝手に流れてきてるもんやとは思います、はいはいはい、じゃあこのまあいろんなインスピレーションから創作活動してると思うんですけど、はい、今年の目標とかあったりします 今年の目標今年で言うとそうですね、まあ、結構今、イースター君がやっぱりラップスター誕生で、うん、結構ばーって知名度上がっていったりとかはい、はい、で僕も,もう一緒に曲作ったりとか、はい、YouTube で「サマスの生活」っていう,うその場で曲作って、はい、リリースするっていう企画とかやったりしてんです。 とかかのおげで僕も認知してくれる人とかが増えてきたりしてるんで、それをちょっともっと広めていけたらなていうところがありますね。いいですね。じゃあ、コンテンツを作りつつ、いろんなものをリリースして、それこそソロの作品だったりとかもみんなに聞いてもらいたいんで、はいはいはい、そうですよね。ソロとかの作品とかもね、下の本やっていくし、ソロの EP とかも出るんですかそうですねもしかしたらもうこれが出てる時には、出てるかもしれないし、出てないかもしれないしっていう感じなんで。出てたらね、下のがに寄らから。 お願いいしますっとくんででねぜぜひぜひっていうことでちなみになんですけど、はい、長期的な目標とかあったりします自分の中で長期的な目標、うん、うーんそうですねなんかそのラッパーとしてというよりかは、うん、そのまあアーティストみんなに言えることやと思うんですけどやっぱ死んだら何もないんで、うん、もちろんお金持ちになったりとか、うん、そので大事だと思うし、うん、僕もそこは目指してはいるんですけど、うん、あの なんか死んだときに、あのラッパーってこういうふうに世の中変えたよなとか、はい、それがまあいいものであればいいものであるほどヒップホップやと思うんで、そういうふうな、例えばボブ・マーリーが政治家同士の戦争を止めたとか、はい、そういう、めちゃくちゃでかい話やしまだまだなんですけど、そういうところを目指していけたらなっていうのがありますね。だから、ジジネットとか入れてるところあるんです、ね、まあかもしれないですね、ちょっとそっちの分野にも影響を与えれたらなと思っているで、うんで。すか ありがとうご結構まあしょうもないのから、はいあのー、大きい問題まで、はいろいろやっていきたいなとは思ってるんですけど、はい、まあそれはちょっと聞いてもらってそうですよね AP で語ってるっていうことで、はい、そうですまあ今回のは結構、あのー、ハウスとかってっダンスミュージックなんで結構時事ネタってよりかは踊ってもらえるような曲を、はいあのー、多く入れてるんですけど、はい、っていう感じなんでまあちょっと今後 いろいろやっていけたらなと思ってますうんうん、うん。そうなんですね。そっかそっか、まあ、ちょっといろいろ、あーの、かける君の作品も出てくると思うしね。ここからの、あの活動とかもね、どん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 ,どん、あの、活発になってくると思うし。はい、もっとね、あのかける君の顔が見る日がすぐ来ると思うんで、ぜひぜひ頑張ります。いやー、頑張りましょう。本当に、いい俺もまだまだですけど、これから。 お互い今回こうやって会ったのも何かの縁ですから。いや、そうですね。絶対、エイリがいるから。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。こんなラスベリもうマジ昨日とかですよね。そうですね。びっくりして、だから、そのたまたまここのエイトのハマーさんが、あのこういうふうなってみたいな、それ僕、髪の毛切ってる時にちょっと聞いてたんですよ。インスタがこういう撮影するみたいな。で、あ、そうなんやと思ってて、でその次の日ぐらいに電話あって、昨日か昨日電話あって、で、その神楽のことも知ってるらしいでみたいな。え、マジでってなって。 それで「あのぜひ」って言ってくれてんねんけど、はい、みたいな話めっちゃ嬉しくて。はい でも何かのすよねか演すめっちゃそうなんで、いや、でもなんか良かったっすね、今回こう、なんか大阪、本当にもうかげくもそうだけど、みんな人もいいし、なんかちょっと、いや、もう本当最高っす。いや、これ、あんまり話してないんですけど、この収録する前が超大変で、機材が、そう、いや、今回、今日の機て今日がいろいろあって、いや、本当に神楽君とイーサ君のおかげで、いや、僕、ここまで来てるですけど、いや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 、2人のおかげで、なんとかここまで。 来れたんで、本当に感謝だし、札幌来たら任せてください。あ、もうぜひお願いします。はい。連絡させてもらうんで。ぜひぜひ。そうですね。<laughs> じゃあ、お願いします。はい。オッケーです。じゃ、これからね、またこれからの作品を、もっとチェックしてながらね。かぐらく,くのね、エスエスとかもね、下に貼っておくんで、皆さん、ぜひぜひね。フレッシュなラッパー、チェックしてほしいということで。とこれからの、はい、稼ぎに期待して、また、次のエピソードでお会いしましょう。ピース。ありがとうございました。かぐらでした。ピースアー。じゃ、イェイ、イェイ。ありがとうございます。ありがとうございます。 最高です。